ツイッターハッシュタグソチルチルを感じるに送られてくるソータのイラストが来る確率は10分の1くらい。まずはこちらのイラストですね。万年筆見つけたんで少し落書き。万年筆って絵描くために使えるんだね。僕なんか万年筆使ったことあるけど、なんかねちょっと線が細くてガリガリしてて、僕はあんまり描きやすいとは思わなかったんですよね。逆に万年筆でこういうね可愛いの描けるのすごいですね。あの一つ面白かったのが、この人めちゃくちゃハッシュタグ使ってるね。透明水彩で描いた虹色セーラー服だそうですね。虹色セーラー透明水彩ってなんか必殺技みたいだね。多分だけどあえて口を描かない感じのミニキャラ的なイラストも好きですね。ようやくね来ました、ソータタタタのねソータイラストですよね。はいどうもソータタタタ、あソータタタか。ようやく20枚中1枚か2枚来てくれれば嬉しい方なんですよね。あれちょっとこれちょっと好みだわ。ソチルチルを感じるは基本オリジナルなので、オリジナルであると願いたいような、いやでもなんかアニメキャラにいそうなキャラの雰囲気が。続きましてこちら、1年前のイラストと今リメイクすると、ちょっと成長して変わりすぎてて草の4乗。なんかリメイク企画やってみたいけど、実際にリメイクってかなり手間かかっちゃうよね、やっぱり。そう考えるとね、やっぱりあまり書いてくれる人いなそうなんだよな。どうなんだろう。続きましてこちら、手抜きイラストだそうです。あのね、今ね、タッチのこの名シーン、わかる人にはわかる。あのシーンがね、頭の中に思い浮かんだ。嘘みたいだろ。死んでるんだぜ、それで。というシーンがね、あったんですけど、嘘みたいだろ。手抜きなんだぜこれで。めちゃくちゃかっこいい呪術廻戦の犬巻先輩を描いてくれたんですけど、ごめんなさい、ソチルチルを感じるはアニメとかの二次創作が NG なのです。あーこれいいね、もぐもぐ食べてるやつ。食べてる系イラスト募集企画やりたいね。すぐにメモメモ、こういうアイデアはすぐにメモしないと忘れちゃう。レモンレモンレモン、はいレモンレモンレモン、はい。何このレモン、なんか花持ってるから花レモンで、2匹目も花持ってるから花レモンで、最後のだけ猫耳キャッツになってるからキャッツレモン。ひょえー、めちゃくちゃ可愛い。やはり休日はね、のんびり女子を見るに限りますよ。飲んでるものがまたいいね。だけどもだけど、休日はこういう格好をしていても仕事はしっかりできるタイプがね、もう神ですわ。これはもうね、惚れる要素がないわけがないという二重否定に入ります。ましてやね、この服がユニクロと GU で全て固められていようものならば、私は全力で結婚します。